うどんタクシーの多田潤です。今日は高松市にあるふるさとさんに来てます。秋から冬にかけて香川県ではしっぽくうどんという郷土料理を食べるんですけれども、そのしっぽくうどんのメニューがすごいいっぱいあるので今日はこちらに来てます。では中に入っていきましょう。高松市にあるふるさとうどんの笠井店長さんですね。はい、どうも。はい、お願いします。はい、こちらもお願いします。冬といえばやっぱりしっぽくうどんが、はい、出てくるんですけれども、こう来たのはですね、理由がありまして、メニューがすごいいっぱいあるんですよね。ありますよね。はい、今段階で14で、はい、確か。で、今期おそらく20いくんちゃうかな。まだこれから増えるということですか。そう、増えそうなんがあるんですよね。すごいですね。なんかね、天ぷらも結構種類がいろいろあって、ちょっとびっくりするメニューが、ね、あるね。あんもち天ありますね。あんもち、うん、そうそうそう、はい、あんもち系もあんもち、きなこ揚げもちとかがあって、きなこ揚げもち、そう、きなこ揚げもちじゃない、天もちの天ぷらにきなこと砂糖がのっとる、あべかっぽい感じ。はい、いや、他にはないメニューがすごいたくさんで魅力たっぷりです ね、 そうですね。年越しはお蕎麦も販売するんですか。そうなんですよ、これがまたね、蕎麦打つんですか。蕎麦ね、実は売ってないです。あ、売ってないんですね。ただ、まあ、うちのにちょっと、まあ、ある製麺屋さんに注文して、太さとか、はい、粉とか、そうなんですね、うちののを作ってもらって、それを湯がく。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。はい、こっちがトマトしっぽく、で、こっちがしっぽくペペロンチーノ。しっぽくペペロンチーノ、はい、はい、ではしっぽくトマトからいただきます。すごいトマトが本当に入ってます。はい、では続いてしっぽくペペロンチーノをいただきます。すごいガーリックの匂いがすごいします。美味しそう。ごちそうさまでした。